俺司会の夢は日本制覇だ。宗像組を立ち上げる覚悟あんなら読み合わせ。吉見入りました。はい、お待たせしました。俺だ、始末したから。そうしたの、いつも生前の仕事は手際がいいね。店長がどんな人間だって俺は構わねえ。ヤクザの世界で生きていこうって決めたんだよ。うらうら気にしろ。兄貴も好きだね。官僚勤めだし死んでもいいと思ってんだろ。ヤクザっつうのはな、生き様が大事なんだよ。ヤクザはおとなしくなったといっても、暴力を抑え込むのは暴力だけだ。店長って東洋会の組員なんですよね。暴走族の頭と官僚会、生存も楽ができそうだね。娘と母親の命がかかってんだよ。父さん、東洋会が相手となりゃうちの中でも手だらけだ。揺さぶろじゃねえか。八王会が絡んでるの確かなんだ。間違いないな。おそらく弟子会の仕業だ。やつがその一人ってことか。うちの姉さんと会長のお孫さんがさらわれた。下手な絵描いてる連中がいたとしたら、そんな連中が八王会にいたら自分がけじめ取りますよ。クロスも必死や。そういうことか。助けだろんとの。俺は杯もらうって宣言しましたよ。これはヤクザの生き様を全うすることに決めました。極道の世界に足踏み入れたら死ぬまで極道だぞ。てめえは俺が死んでも殺す。この手で蹴りつけてやるよ。親父のそばにいたいと思ったんだ。執行部が関与してるってなりゃ八王会も大騒ぎですね。てめえ八王会の看板なんだと思ってんだ。死にたくなけりゃ岩崎の柄持ってこい。けじめは自分らの仕事です。言い過ぎまで暴れるや。行く道決めたら突き進むしかねえ。俺が今からお前をぶっ殺しに向かうからよ。